はい、どうも皆さん、ズマです。それでは今回も引き続き、信長の野望、詳細録やっていきましょうと。さてさて、中村城を落とすわけなんですけども、兵隊がいっぱいいるね。中村城を落とした後は、この輸築城だよね。あ、でも苦し負けなのか。ほうほうほう。ゆずき城なんだ、これでね。まあ、何はともあれ、このゆずき城を落とすんですけど、ゆずき城を落とすには、中村城からじゃなくて、この天霧城から落とすということになるので、天霧城にちょっと兵隊を集めておきましょうか。ここにすごい減った兵隊いっぱいから、こっから輸送しようか。まあまあまあ、何やともあれ、やっていきましょう。これがあれなんだね。長宗我部家最後の砦なんだね、ここね。最後の砦というか最後の城なんだもんね。もうここまで来るじゃん。すごいね。五右衛門。五右衛門、どうしようかな。この辺で、三代を守る動きをしようか。これですね。で、じゃあ大丈夫か。で、湯月城を落としたら、いよいよ九州攻めっちゅうわけですね。早いところ移動のあれ来ないかな、移動力ね。あ、来た。石州祭。いってらっしゃい。いいですね。で、久秀、鹿之助、五右衛門がここまで来れますよ。そしたら、官兵衛が来ないのか。補給ができますね。これはでかい。これでしょ？で、これ刑事がいるんだ。刑事が畜生もう悔しいな刑事。来た。翻弄しまくってる。これは厳しいね。次々に出てくるもんね。まだまだ来てる。耐えられんな。勝った勝つのかよ。これさすがにダメですね。さすがにあれ耐えたらもびっくりするわね。で、ここは誰かいるのか。こういうことになってるのか。官兵衛がこっちを回ってくれますよと。ですね。ってなると、福島正則。五右衛門がここに来れる。で、久秀に補給を済まして、久秀をここに移動でしょ。で、福島正則をここに移動。三太夫は
ここに移動してみましょうか。でいいですね。鹿之助どこに移動した方がいいんだろうな。まあ、こんなとこでいいですかね。で、まあ、こんなところですか。ね。次の歌。立て続けに来ましたね、行動が。じゃあもう一発サンダル出しましょう。必要ないような気もするけどね。これで、神戸がこれ潰してくれれば、五右衛門が、ここに移動して、こういう感じで、やっちゃえば、もう必要ないよね。でも大丈夫だよね。じゃあもう返して、この苦し負けを、攻撃を狙ってもよかったかな。これ刑事多分忍者としてどっかに潜入してますね。松風持ちだから捕まらないんですね、あいつ。うっとうしい。またこれ攻撃しに来てんのか？なんかそんな感じですよね。なんか攻めてきてるような感じしますよね。回収が終わってる。いいですね。お、二回ぐらい来ました。そうきましたか、鬱陶しい。で、鹿之助はもう移動でしょ。帰ればいいか。こういう感じでいいか。これどうしよう。カット以上に移動でしょ。あれどこだ、行ったった。山口城に帰りましょう。いいよと。戦闘隊いるな。いくらでもいるな。結構強いのがいるな。名古屋三座は一の帰っちゃって。いいですね。で、次のターンで攻撃で終了でいいですね。
しまった、ここ。兵隊を移動させとくっていう話はどうなったの、一体。で、もうちょっと引きつけちゃうか。いや、正観じゃないよ。毛利よす。毛利じゃねえ。長宗我部を攻め切らなくちゃね。いきますか。武将だらけだ。ねえ、武将だらけだ、これ。いいよ、勘抜き。相手の攻撃回数が多いな。すごく困るけど、にしてもちょっと多勢に無勢ではあるよ、これね。しかもすごく攻めやすい城だ。勘抜き外しちゃう。もうこっちもいいよ。徹底的に焼いていく。あ、誰もいなかった。ほんまに誰もいなかったぞ。ほんまに天守閣に、まあ、あと殴ったんですね。勝ち。みんな失敗するでしょ。これ刑事だけスッて逃げるんですよね。信近が来た。ということは元近来る。元近来る。来た。やった。元近が来た。勝罰。やった、嬉しい。元近、ありがとう元近。久しぶりに主力級が加わりましたよ。嬉しい。もうこれ忍術がいらんでしょ。もう忍術これで補填しちゃえばいいよね。これでいいでしょ。で、地図余るからね。地図持たしちゃっていいよね、これね。ああ、嬉しい。元近、ありがとう、元近。茶道具もあげちゃうか。政治も100いっちゃう。強い。明らかに強い。で、足軽騎馬が、足軽がこれで S にできますね。武器あげれば。なったね。どうでしょう。やったやった、これは嬉しすぎる。最後の字、ここにくれ。で、こっから、福留さんをこっちにやって、はあ、嬉しい。嬉しい。信近だって決して弱くはないけどね。84。ちょっと足りんよね。これ城のレベルが上がってないの、こっちか。で、この柚木城を攻撃開始しちゃいましょうよっていう話ですね。ああ、嬉しい。ああ、すごく嬉しい。刑事ってどこ行ったかわからんけど。お、これ、すすきだか。これ、すすきで金助ってあれだよね。夏の陣だよね。石川茂之、全然知らんな。やったね。と、誰か。まあ、この辺は来るの来ないでしょ。もうメインとなる人間来たから、それでいいや。満足。で、ぜひとも元近に頑張っていただこう。まあ、信近くんはここでゆっくりしててください。そら来ないね。で、刑事かこれ。わかった。どうだ。
帰ってきた刑事が、なんということなんだ一体。あ、そう。お帰り。お帰り。へえ、じゃあどうしようかな。剣豪にでも納得、刑事。これでも、これででももう、あれだね。刑事とは一緒に、ヒサヒダ行動しないようにすればいいね。すごいね。刑事帰ってきちゃったよ。でだよ。でも松永ヒサヒダはもう戦わないぐらいの感じで、いいかもわからんね。京都にでも言おっか。さあ、どうだ。大丈夫じゃない？どうもこの弱い者同士の戦いって泥仕合になりがちだよね。いやー、すごいよなったね。まさか刑事帰ってくるとは思わなかったよね。森ハゲがカロンだった。いいよ。これあれか、水軍大名同士の戦いか。決着つかず。ならばそこに横槍を入れるわ。こちらも船に縁のある男、清水宗春。勝利。いいですね。じゃあ次は、どうしようかな、もう。あれかな。ヒサヒデは、京都にでも言おっか。二条城にでも入れとこうか。ね。二条城にでも入れといて、あとはゆっくりさせよっか。もう怖いわ、もう刑事にしっぺくらうの。っていう感じにしましょう、もう。まあ、あとはもう戦闘部隊がなんとかするっていうノリで、いいでしょ。ここに多分いるでしょ、ヒサヒデ。ヒサヒデは、もう京都に行くことにしましょう。京都二条城へ。で、OK。次のターン。で、誰か来るなら来てくれ。来た。でだよ。で、五右衛門と、刑事と、帰ってきた刑事と、三太夫、鹿之助を移動させようか。あと豊洋でも来るならね。来た。意外と来るね。ここに兵隊を移動する計画ってどうなったんだよな。もうガバガバじゃねえか。こっから移動しよう。これ移動しようとか持ってっちゃう。多分間に合わないな。こっち側で移動させた方が良かったんだろう。これをここに入れて、こういうルートで目指して、ここら辺で合流することを目指した方が良かった、きっとね。まあまあまあ、いいや。しかし、毛利の攻撃うっとうしいな。意外と毛利、兵隊の回復が早いような気がするな。で、一応ここをチェックして次の段行きましょう。じゃあまあ攻撃開始しましょう。すごいすごい、そうそうたる面々。おかえり刑事。
せっかく兵隊増えてきたのに。また逆戻りだよ。福島正則地図持ってないんだよね。次はじゃあ福島正則かな。地図さっきもらったもんね。さあ、もうどっちかで、鹿之助と、おまけの鹿之助。じゃあ九州攻撃も考え始めていいかもしれないな。鹿之助はもういいか、このままで。元近は福島すのり返しちゃう。福島すのりが次の修行だ。で、刑事でもって。こんないっぱいいらないやけどね。鹿之助も返しちゃう。元地下地図は持ってなかったっけ？地図は持ってないのか。じゃあ元地下も。いや、待てよ。逆にだよ。石州祭の地図を取り上げて、代わりに茶道があるから、何の時が満足できないのか。三時だ。で、元地下に地図をやっちゃえばっていう話か。こういう感じで。ただ元地下も動けますよと。あっさりと陥落したね。一部隊ね。どうした、来島なかなか強いじゃないか。ね、強いよね来島ね。驚いたぞ。出たよ。じゃあ早速だけれども、鹿之助をまずは移動させましょう。いいよと。で、ここが邪魔なんだね。で、こうでしょ。囲み込みました。これでおしまいかな。ね、これで、じゃあもうこれは、天霧町に返すんじゃなくて、山口町に行っちゃいましょう、直接。で、いいでしょう。で、次は、上陸地点がここなんだよね。ここを落とすのがやっぱ得策かな？まずは、立花山城。立花山城落としの、中津城、落とし井の、船井城、佐賀城って感じで分けて、だーっと、なんじゃこりゃ。これ肝付け、これもしかして。違う、龍造寺だ。龍造寺と島津が喧嘩してんだ、これね。なるほど、なるほど。まあまあ、次のターン行きましょう。これどうしよう。このまま攻め、なんかゆりゆりバッていっぱい来たな。兵隊が意外といるな。ちょっとあれだから、こっちも大部隊の方を入れておくか。こういう感じでしょうか。で、石州祭準備完了でしょ。
なもんですかね。意外ともう内政何も気にしなかったから浅い。次のターン。そんじゃまあ攻めちゃいますか。行きましょう。多いぞこれなかなか。多い上に結構これまあまあでも大丈夫だろう。これもうあの頑張ろう四国みたいなメンツだったけど俺でも洗ったね。そのまま攻撃したらちょっとわからなかったね。士官だけどしてもあとは大丈夫だ。ね結構ややこしいねこれね。これ大丈夫でしょ。まだ焼くかな。この後に及んでまだ焼き続けるのかお前は。勝ちました。苦しも長近。全然聞かない。知らない武将だこれね。西軍から東軍に、はいはいはい。内陸の地であったため水軍の活躍、これ、もう、本末転倒みたいな。森近来ないね。苦しもくん来ました。いいですね。これもなんか中途半端なのが来ちゃって。これで四国制圧が完了しましたね。で次はいよいよ九州討伐ということで、今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。